はい、お待たせしました、これからあの電工工業を始めます。ちょっとお客さんとの距離が近いのでドキドキしておりますけれども、今日解説をさせていただきます甲子園クラブの松井と申します。よろしくお願いします。であの、連中の方あのこれから電工を巻いてくださる方々は今いおりの方であの準備中です。であの今日、電工を作ってくださる連中の方のご紹介を、さばきの名本さんからお願いしたいと思います。お願いします。小芝さす嵯峨野の神や梅雨の中というあの著道の句からスタートします。でこれから1時間半の間にあの大体18句が終了するペースで、句がこちらに届いてきます。まず最初の「あの小芝さす嵯峨野の神や梅雨の中」「梅雨」があの秋の季語ですね。ちょっと今日は秋の気分はないですが、梅雨で秋の季語になってます。で「嵯峨野に立つ道祖神の前に小芝が刺してある」誰かがこれからの旅の無事を祈って刺したのであろう。秋も更けて辺り一面梅雨の中である。小芝柿っていうあの非常に、平安町のねあの有名あの優雅な、柿がこう巡らしてあるそういうあの中に、そういうあの人物が、伺えるかなっていうそういうあの秋の風景を詠んだ。それを中心に読んだ句有名なねあの竹林があの有名で、ひっそりとしてあの静かな、文人たちがちょっといおりを作るっていうそういうあのところです。でその、小芝柿っていうあの非常に、平安町のねあの有名あの優雅な、柿がこう巡らしてあるそういうあの中に、そういうあの人物が、伺えるかなっていうそういうあの秋の風景を詠んだ、それを中心に詠んだ句でそれにつけましたのが「おぼつかなきは竹林の月」あ竹林が出てきましたね「おぼつかなきは竹林の月」ということで、名本敦子さんさばき の, あの句がつきました。で一番最初の著道の句を「発句」と言います。出発の句ですね、出発の句ですけれどもその「発句」の次につけていくのは「脇」「脇の句」というふうに言います。「障子張り」「子らは勇んで破くらん」「障子張り」「子らは勇んで破くらん」わかりますか季語どれかわかります。須藤っていうのにあの入れ替えてで風が入るような仕組みにしますよね。であの夏が終わって秋になると障子戸に入れ替えるでその時に新しく障子を張り直す須藤を、障子戸に入れ替えるなんてのも日本的な風景ですよね。小面を6句読みます。であのこの連句っていうのは返しに書きつけていきますので返しの表側になるところに6句書きつけます。でその裏に、裏が勝利の裏が12句名残の裏なあ名残の表ですね12句を読んで名残の裏が6句でこれで全部で36句という形を作っていきます。でそれをあのよく言うのは序破球この部分で破で最後で球序破球の展開をあの持って句をつけていく半分に折ってで、ここにあの句を書いていくんですね。で、これ の, あの表にあのロックを書いてその裏側に今度は12句を書いていきます。でじゃあこっちのロックあのずっと広げて書くのかなっていうとそうじゃありません。
ここに今日の、席がどこで行われたかとかね、どういう記念のものなのかっていう、今日は2019年の湯豆腐器の席ですよとか、それから、貯蔵の句を立て句にしてますっていうようなことを書いて、で後半の6からスタートするという形で、この返しを表裏使いながら、連句を仕上げていくっていうことですね。で、どんな句がついてきたか、はい、ありがとうございます。あ、象の句が、つきましたね。もう秋の句は終わりになりました。象の句がついてきます。今度ついたのが伏せ置く本に埃ふわふわという、伏せ置く本に埃ふわふわという句になります。長寿張りが、行われたその後で、埃が立ってね、伏せておいた本の上に埃がふわふわっと飛んでいるような、まあ、最初の2句が外の風景でしたから、続いて中の風景に変わりました。次に続いてくる句は、もう1句象の句を挟むか、で五七五の長句、五七五の句と七七の句を今交互に読んでますね。五七五の句の方を長句、書き順か間違えましたが、七七の句の方を短句というふうに言います。なかなか難しいっていう、最初はね、っていうお話を聞きました。で今象の句が、つきましたので、次象か他の季節の句がついてくるだろうと思います。で家の中の様子が書かれてましたので、少し場面が変わってくる、可能性がありますね。そういう句がついてくるかなと思います。次の4句目が、目を閉じてまだ見ぬ国へ思い馳せに思い馳せてますので、想像の世界ですが、世界はバーッと広がってきましたね。今目の前の光景しか読んでなかったのが、バーッと大きな世界に広がってきました。これも季語はありませんので、象の句になりますね。去り嫌いという、同じような話題が続かないようにということを考えておけばいいんだろうと思います。さっきそろそろ、夏か冬かの句になるか、象の句が続くか、どっちかですよというふうに言いました。冬の句がついたようですね。冬の句になりました。前句、目を閉じてまだ見ぬ国へ思い馳せに対して、冬日を浴びて海はきらめく、冬日を浴びて海はきらめくっていう、冬日で冬の句がつきました。冬日を浴びながら、弱々しい光ですけれども、海はこうキラキラとね、波がきらめいているっていう、非常に美しい光景が読まれていますね。連句を読むことで、相手の人柄だとかね、どんなことに関心を持っているのかっていうのを、感じ取ることができますよね。でその人がどれほど、細やかな気配りができる人であるかとかね、どんな感性を持った人かっていうのを肌で感じることができると思います。で貯蔵は一茶とその連句を巻くことによって、その人柄だとか、その感性、才能っていうのに非常にこう、心惹かれて、で1回目は2週間ほどの滞在だったんですが、もう1回松山に呼び寄せます。でもう1回来た時には半年ほど松山に滞在して、一茶と貯蔵の間で連句が6巻も巻かれています。でその時にはね、わざと意地悪な句をつけたりするんですよ、貯蔵が。でさっき、挙句は祝言で終わるっていうふうに言いましたね。
ですから、大体その終わりの頃には不吉なものとか嫌な、句は読まないんですが、ちょうどわざとその、花の上座になるところに、意地悪な人が怪我するだとか、そういう句をつけといて、で一茶が困るところを楽しむっていうようなところもあります。だから連句を読んでいくとね、必ずしもその作品だけではなくて、その作品を読んだ人たちの人間関係も伺えるっていうところが面白いと思います。それから2句、冬の句は、続けますが、冬の句がつきました。いて道を雪祭りへとバスの列の句ですが、いて道が、冬の季語になりますね。冬日を浴びて海はきらめくって、海の世界から全く違う、街中の様子になっていきます。昨日伊手道から裏に、変わりましたね。ここからどんどん変化が出てきます。はい、娘らの服みんなユニクロって、娘らの服みんなユニクロっていうのを、軽く、つけていますね。なぜかしら心ときめく同性愛、邦子さんの句ですね。夏の恋めいた句がつくか、どちらかだろうと思います。燃える魂共に地獄へっていう、いろんなことを想像できますね。不倫も想像できるかもしれないですね。いろんな恋の気分が想像つきます。今度は、その地獄へ落ちていくのはマジックショーの一場面という形になりますね。マジックショー脱出技に拍手沸き、しぶとくたかる野良猫ののみっていう、なんともうっとうしい様子が読まれましたね。しぶとくたかる野良猫の、月の句、夏の月の句がついてきました。それで月の上座も、クリアしましたし、夏の句2句続きますね。月昇る町の炎所を沈めつつ、達夫さんの句ですが、月昇る町の炎所を沈めつつ、五稜に眠る当て人は多祖という句がついてきました。五稜に眠る当て人は多祖、百歳を夢見て励むスクワット、当て人 の、 長生きしただろうなという鬼人の、様子を自分も真似て、スクワットに励んでます。はい、で100歳を夢見て励むスクワットっていう句がついてきました。で、これで、9句目ぐらいですから、あと10、11、12、あと3句です。故郷の香り手製草餅っていう句がついてきました。前山を覆い尽くして花盛り、もう見たかっていう感じですね。霊はことほぐ民はのどらかっていう句がついてきました。令和になって非常にこう、新しい時代が来たよっていうふうに、その令和っていう万葉集から取られた、言語を非常に新しく得て、私たちはのどかに生活をしているっていう、非常にこうめでたい、言葉で終了しました。これが今年の令和最初の湯豆腐期の繁華戦で、巻き上がりました。ということで以上で、今日の小芝笹の巻き、繁華戦茶道のホックを縦句にした脇起こし、脇の句から巻いていった脇起こしの繁華戦の、連句が巻き上がりました。連珠の皆さんお疲れ様でした。はい、いい巻きが出来上がりました。